久保さん、元旦に車も売ります、まあ、売りますというか買い取りの,あの見積もり依頼をあのメッセージしました、はい、希望金額を添えて、はい、何だろうなあのー、どれぐらいで売れるのかっていうまあ動画もとあのそ,そのそれの動画も撮ったんですよあの売りに行くっていう売りあのこれからやりますみたいな まあアクセスくんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとテストでやってみようかなっていう。また今日公開するんで。そう。まあ車系のね、久保さんのキットのやつも何十万回回してますしね。まあ僕は売ります動画が、まあ2、3、もうちょっとで3000回回るかな。売ります。多分ね、一発目の動画が3000回ぐらい回りそうなんですよね。今2800ですね。 まあその、まあ、ちょっと3、4っていうね、ちょっと、あの今は少しちょっとバズってるっていうのもあるんだけども、まあ、単純に売りますって言っただけでね、アクセス稼げるっていうね。<laughs> まあ、ありがたいですよね。これ、YouTube なかったらないんで、まあ、ブログの時も、まあか、あれかもしれないですけど、すげえありがたいですよね、これね。うん、やったこと。だ風、だから今日のブログも、あの、あれメール来たの早いな。メール来たの早い。 ああすごい。あの、一度、電話くれますかっていうのが <laughs>、早速来ましたね。<laughs> はい。新年明けまして、今年も土曜メールありがとうございます。明日でも構いません。一度ご連絡いただけませんか。よろしくお願いします。と。ちょっと今から電話します。はい。電話してみます。はい、はい。では。